中のキングスリーグ徹底解説というテーマについて紹介しようと思います。突然ですが僕は急遽メキシコに行くことになったんですが、今回は留学いうことは全く関係ないんですが、僕に4分だけ時間をください。皆さんキングスリーグってご存知ですか？キングスリーグとはサッカー元スペイン代表ジェラルディーさんがチェアマンを務める7人制サッカーで、スペインや南米では大盛り上がりのスポーツなんですが、この度第1回キングスワールドカップというものがこの5月末からメキシコで開催されることになりまして、世界各国から32チームが選ばれて、その中の一つに日本が選ばれたんです。で、各国代表チームにはオーナーというものがいらっしゃって、例えばブラジル代表にはネイマール選手、アルゼンチン代表にはアグエロ選手、そしてワールドカップ会長にはイブラヒモビッチ選手というもうサッカー好きなら誰もが知っているメンバーが就任されていて、もう全サッカー人がもうこんな感じになってるんですけど、そして日本代表のオーナーにはなんと日本を代表とするゲーム実況配信者加藤純一さんがサプライズ選出され、今度は日本中がこんな感じになってるんです。そして日本代表には国内から計13名の選手が選ばれまして、中には都大地日本代表選手や元アテネオリンピック日本代表キャプテンの那須大輔さんなど、そうそうたるメンバーが集結しており、その13名の中になんと僕も入ってないんですけど、っていうのがこのキングスリーグの概要なんですが、ここまで聞いて皆さんの中にはなんかサッカーのイメージが開催する7人制のサッカー大会があるのねと思った方もいると思うんですが、このキングスリーグルールがマジでヤバいんですよ。ってことでここからはキングスリーグのルールをざっくり紹介していきますね。まず試合は前半20分後半20分の合計40分で行われるんですが、試合開始から1分の間はなんとゴールキーパープラス1対1から始まるんです。もうこの時点でヤバいんですけど、そんで1分が経過するとベンチから1人追加されて2対2になって、ほんでまた1分経過するとまた1人追加されて3対3、そんで1分ごとに人が増えていって、試合開始から5分が経過してやっと7対の中スタートするっていう感じで進んでいくんです。でさらにまだルールがあって、前半18分から20分のラスト2分はサイコロタイムっていうのがあって、その時間になるとゲストの人がサイコロを振って、そのサイコロの出た目の数でラスト2分を戦うっていうルールなんですが、例えばサイコロの目が3って出たらゴールキーパー含めて3対3で最後の2分を戦うっていう感じですね。でこれのおもろいのがサイコロの目が1って出た時で、この場合はなんとゴールキーパーなしの1対1が行われるんです。で選手が真ん中のセンターサークルからシュートを打つんですけど、それを相手選手が手を使わずに止めるっていう、まあなんかボールが飛んできたらもう こんな感じで止めるっていうクソシュールな状況が2分間続くっていう、もうめちゃくちゃおもろいんですよ。でまあここまではなんとか理解が追いつくんですけど、さらになんとこのキングスリーグにはシークレットウェポンカードというものがありまして、各チームが試合前に1枚ずつカードを引いて好きなタイミングで特殊効果を発動できるっていうルールで、カードの種類には色々あるんですが、例えば PK カードっていうのがあって、あるチームが PK カード発動ってやったら即ペナルティキックになったり、また制裁カードっていうのもあって、あるチームが制裁カード発動ってやったら相手チームの選手1人を4分間退場にできたりするんですよ。さらにカードの中にはジョーカーカードというものがあって、これを引いたチームは特殊効果の中から好きなものを発動できるとともに、相手が例えば PK カードって発動した時にこちらがジョーカーカード発動ってやったら相手のカードを奪ってその特殊効果を発動できたりするんですよ。このルールによってサッカーの戦術だけじゃなく、カードを切るタイミングとかも重要になってきたりするおもろい構造になってて、ほんで最後極めつけは後半の38分から40分のラスト2分間はダブルゴールタイムとか言って、決めた得点が倍になるっていう、もう最後の最後まで結果が分からないエンタメ性を鬼のように追求したサッカー大会というのがこのキングスリーグっていう競技で、やってる側はたまったもんじゃないですけど、見てる側は最高におもろいっていうのでめちゃくちゃ盛り上がってるわけです。でこれからこのキングスリーグのワールドカップに日本が出場して世界を相手に戦っていくという形になっています。ではキングスリーグはなんとなく分かったけど、じゃあてめえは何しにメキシコへというお話なんですが、この度私キングスリーグ日本代表の責任者を務めさせていただくことになりまして、もう正直2週間前から手足の震えが止まらないんです。そしてこの日本代表通称ブラッシュ FC の第1試合は日本時間の5月27日午前9時キックオフ、つまり皆様の始業開始とともに僕たちの運命の一戦が始まるという形になっており、初戦の相手は普段メキシコで行われているキングスアメリカスの昨シーズン王者ラニーズ FC というチームで、もはやキングスリーグを知り尽くしていると言っても過言ではない強敵が立ちはだかってきます。しかし僕たちブラッシュ FC もこの1ヶ月間血眼になってキングスルールブックを読み漁りミーティングをし、素晴らしいトレーニングを積んできたので、強敵といえども十分に戦える準備は整っているので、日本男児の誇りを胸に精一杯戦ってきます。ちなみにこのキングスワールドカップの配信は Twitch という配信アプリで生配信される予定で、加藤純一さんの Twitch でも生配信されるということなので、概要欄にリンク貼っておきますね。また日本代表メンバーである那須大輔さんの YouTube チャンネルでキングスワールドカップのドキュメンタリーも随時配信予定なので、気になる方はぜひ見てみてください。ということで今回はキングスリーグを少しでも皆さんに知ってもらえたらなという思いで動画を作らせていただきました。もし面白そうだなと思ってもらえたら、ぜひぜひキングスリーグ、そして日本代表の試合を見ていただけると嬉しいです。ってことでメキシコ
行ってきます。